そしたら気楽町さんの煽りの方、気楽町の煽りの方どうぞ。改めましてこんばんは。こんばんは、夢天翔と気楽町です。それではですね、このフィナーレだと思うんですけれども、最後に、ウラジャ音頭というのを、一緒に踊らさせていただきたいと思います。ウラジャ音頭って総踊りなんですけれども、もし今後この弱さの方でも、よさこいが広まっていけば、ウラジャ音頭って聞いたことあるよ、踊りたいよっていうのが出てくるかもしれませんので、その時はまあこんなこと確かやってたなということを思い出していただいて、見ておいていただければ、そして踊れる方はね、一緒に輪になっていただければ非常に嬉しいと思います。前の子供たちもぜひみんな参加してください。さあ、じゃあ準備はよろしいでしょうか。気楽町さんの上に上がる、適当に何人か上がってきていただければ僕らは横に履けますんで。いやいや、どうぞどうぞ、いいですよ、上がってください。子供たちもどんどん引っ張られてます。それでいいんです、みんなでね、楽しく踊るのが総踊り、全員で踊る総踊り、総というのはそういう意味があります。さて、あんなの踊りなんでね、皆さん参加してください。それではよろしいでしょうか。はい、ではミュージックスタート。